クラスは、クラスプロとアンコジーン、GTPRZ と定義されている。カステン・ラッド・ニクシュウイルスガン遺伝子のプロとアンコジーンで、K ラス遺伝子、キラス遺伝子とも呼ばれ、ジートペイス活性を持つ P21 タンパク質として発見された。1983年に、人が、無細胞の活性化クラス遺伝子と正常細胞のクラス遺伝子とそれぞれにコードされるタンパク質の配列。 1985年に、人染色体上での位置が報告された。H ラス、N ラス、K ラスのラスガン遺伝子とされる、ラスファミリーの一つで、リーグフアからの細胞増殖のシグナルを核に、伝達して、細胞増殖を進めるアクセルとしての機能を持つと、考えられる。また、K ラス遺伝子の活性化変異は、人が、細胞のラスファミリーの中で最も高頻度に変異が、 検出され、癌化の促進に特に重要と考えられている。正常なクラス遺伝子のタンパク質産物は、正常な組織シグナル伝達において必須の機能を果たすが、クラス遺伝子の変異は、多くの癌の発生における必須段階である。その他のラスファミリーのメンバーと同様に、クラスタンパク質は GTPR であり、多くのシグナル伝達経路において上流に位置する。 クラスは C 末端にイソプレニル元が存在するため通常は細胞膜につながっている。クラスは分子オンオフスイッチとして働く。オンになると成長因子や C ラフ及びパイサンキナーゼといったその他の受容体のシグナルの電波に必要なタンパク質を集めて活性化させる。クラスは活性化状態では GTP に結合し、 このヌクレオチドの末端リン酸元を切断し GDP に変換する酵素活性を有する GTP が GDP に変換されるとクラスのスイッチはオフとなる変換の速度は通常遅いが GTP アーゼ活性化タンパク質に属する付属タンパク質によって劇的に加速される同様に クラスは結合ヌクレオチドの放出を推し進めるグアニンヌクレオチド交換因子のタンパク質に結合できる。その後、クラスは細胞質基質に存在する GTP に結合し、g フはラス GTP から離れる。この元元元遺伝子は、哺乳類ラス遺伝子ファミリーからのカーステンラスン遺伝子ホモログである。単一のアミノ酸置換、特に一塩基地漢が活性化変異の原因である。 変異により形質転換したタンパク質は、肺腺癌や粘液腺,腺腫、膵臓の腺管癌、大腸癌を含む様々な悪性腫瘍に関わっている。いくつかの生殖細胞系列クラス変異は、乳ー症候群及び CFC 症候群に関わっていることが明らかにされている。白血病、大腸癌、膵癌、肺癌では高い率で体細胞クラス変異が見られる。 変異の発生順は、クラス変異の効果において重要である。大腸癌に関しては、最初のクラス変異は、一般的に、自己制御的化形成あるいは、境界病変へとつながるが、これが、APC 変異の後に起こると、癌に進行することが多い。クラス変異により、大腸癌のパニツムマブ及びセツキシマブ治療に対する、非常に低い反応が予測される。現在、 大腸がん患者がリーグフア阻害薬の一つに応答するかどうかを予測する最も信頼できる手法はクラスを高度する遺伝子のある活性化変異について調べることである変異したクラス遺伝子を発現している腫瘍を有する患者はセツキシュマブあるいはパニツムマブに応答しないことが研究により示されている野生型クラス遺伝子の存在はこれらの薬の 有効性を保証しないが、数多くの大規模研究は、クラス野生型腫瘍を持つ MCRC 患者に対して、セツキシマブ顕著な効果を示すことが明らかにされている。2009年に発表された第3総クリスタル試験では、セツキシマブと抗がん剤の組み合わせで治療した野生型、クラス遺伝子を持つ患者は、 抗がん剤のみで治療した患者と比較して59%にも上る走行率を示した。また、クラス野生型遺伝子を持つ患者では、化学療法のみを受けた患者と比較して、病気の進行のリスクが32%低下した。患者が上皮成長因子受容体における変異に対して、陽性か陰性かどうかで、患者がエルロチニブといったイーグフア役に、 どのように反応するかが予測される。イーグフア陽性患者はエルロチニブに対して60%という優れた総効率を示した。しかしながら、クラス陽性予備ーグフア陽性は一般的に相互排他的である。クラス陽性の肺がん患者のエルロチニブに対する総効率は5%あるいはそれ以下と見積もられている。2009年7月。 アメリカ食品医薬品局は、転移性大腸癌の治療に適用される2種類の、こう、イーグフアモノクローナル抗体薬の表示を、クラス変異に関する情報を含むように改定した。クラスは、以下のタンパク質と相互作用することが明らかにされている。大腸癌の治療薬セツキシマブなどの、上皮成長因子受容体に結合してその働きを阻害することで効果を狙う。 分子標的薬では、クラス遺伝子の変異が存在すると、薬理効果が期待できない可能性が高いとの知見がある。このため、がんの化学療法の治療方法の選択のために、行われる、ケーラス遺伝子のコドン12やコドン13の変異解析のことを、クラスと表記する場合がある。反面クラス遺伝子の一部に変異があっても、肺がんの治療薬メトトレキサートやペメトレキセドなどの、 量産代謝機構薬は、癌細胞に遺伝子増幅が見られない日、小細胞肺がんの患者には、薬効が大きく期待できるとされる。ありがとうございます。